近は。最近ハマっていることは。最近ハマってること、うん、いやでも1年目とか2年目とかの話だったらゴルフやってましたけど、やってないしな。本当にない。本当にない。 暇そうじゃん。暇だけどえ、マジで流行ってることみたいないの？ベレーザで。ベレーザでない。知らないだけかな。ない。トップチームはもう完全にキャンプですよね。もう、うん、みんなキャンプ道具持ってるし。マジで。でもずっとハマってることで言うと僕は漫画っすね。結構マジでめっちゃ買っちゃうっす。何を漫画。最近面白いなと思ったのは日本三国みたいな漫画。知らないんだけど。があるんですよ。聞いたけど、なんか歴史の詳しくないもん。漫画。歴史の漫画。知らないですかみんな。自分漫画興味ないんだよね。家にいるか出かけるか。2,3 年前くらいは結構アクティブなこと好きで、一人で自転車でどっか行ったり山登り行ったりはしてましたけど、なんか体力なくなってきて家に量が多いかもしれない今は。年みたいな、うん、あ、映画とか見ます。ドラマとか。一番最近見た映画なんです。映画？ドラマか。ドラマ見てんの？悪魔の計略知らない？ネットフリックスでなんかゲームをするの。騙し合い、騙し合いみたいな。あ、ライヤーゲーム的な。あ、そうそうそう。それのもっとガチなやつ。あの、いや、台本ないやつ。ライヤーゲームもガチなやつ台本ないやつ。あ、そのリアルでみたいなね。そうそうそう。あ、そういうことね。それを見た、ネットフリックス。それ日本の？韓国ね。面白かった。あ、そう、うん。からの質問は、好きな男性のタイプは？うわ、やだ。意外とストレートだね。ね、これ聞いてどうすんの？いや、ファンの人は聞きたいかもしれないじゃん。絶対興味ないでしょ。興味あるって。タイプ？うん。どういう感じのさ、雰囲気の人が好きですとかでいいじゃん。顔は濃くない方が好きです。うん、薄めってこと？塩顔みたいな。でも優しすぎない人がいい。あ、厳しめ。ちょっと厳しい。なんか、うん、優しすぎるの自分ダメなの。あ、そう、甘えちゃうみたいな。うん、うん、何でもやってくれなくていい。あ、優しすぎない人がいい。うん、顔のタイプ。でも韓国人の顔好きなんだよね。あ、 K-POP とか。そっち系か。 BTS とかね。顔はね。 BTS の誰？テテ。わかる？なるほどね。とかは好き。わかりました。わかりましたか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。夫婦円満の秘訣は？いや、これなんか語れないな、なんか浅すぎてまだね。いや、でも円満の秘訣。長いっしょ。なんだろう、まあ、話し合うことですかね。なんかその、なんか喧嘩した時とか自分がなんか生活の中でこれが嫌だなっていうことをちゃんと言うことと、ちゃんとそれを受け止めてあげること、これだと思います。お互いに、はい、お互いに感情的にならないというか、常に相手のことを気持ちも考えながら接することですかね。それが僕的には円満の秘訣だと思います。はい、ありがとうございます。はい、いつも応援ありがとうございます。残り試合昇格に向けて頑張りますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。11月12日に WE リーグが開幕します。ぜひ皆さん西ヶ丘まで足を運んで応援に来てください。
分担してます結構、あの料理は作ってくれるんで。結構男ってなんか直前に入れるじゃないですか予定、もう2日前とかうんうんってしてる、3日前とかなんならもう前日とか、わかりますよね。女の子って結構前から入れるんですよマジで。なんかもう1ヶ月のスケジュール聞いてもここに入れてくんで、だからもう全然そんな予定先に入れるんで、友達とかじゃなくて自然と一緒にいますね。はい、楽しいです。なんか趣味が合うんで楽しいです。結構音楽とか洋服とかもそうですし、まあ、あとインテリアとかも好きだし趣味合うんですよね。ごめんね、なんかいいよずっとこの話しちゃって。いいよいいよ、ごめんごめん、ね、全然いいよ。なんだっけ、清野菜名と、うん、似てるよね。なんかパッと見だと鈴木じゃねえわ、鈴木福って言うとしちゃった違う今笑い声ひどい。なんだっけ、なんとか鈴、広瀬すず。ああそう、パッと見だと言われるって言ってたけど、清野菜名ちゃん似てるって思う、うん、うん、らしいです。だから多分そうなんだろうなと思うんですけど、可愛いんだね。可愛いっす